総武線水道橋駅で、ホームドアの稼働が開始しました。JR 東日本は、総武線水道橋駅ホームにホームドアを設置し、1番線ホームで、2月12日より、2番線ホームで、今日18日の始発電車より稼働を開始しました。2番線ホームでは、昨日17日の稼働開始が予定されていましたが、今月16日に発生した地震の影響により延期され、今日18日の稼働開始となりました。JR 東日本では、利用者の列車との接触や線路への転落を防止する対策として、ホームドアの設置を推進しています。総武線水道橋駅には、従来型のホームドアが設置されました。総武線では、西船橋駅中野駅間で2025年度までに、この他の区間で、2032年度までにホームドアを整備する予定となっています。これで、3月18日の KAB ニュースを終わります。